ばんは。僕の趣味は整理整頓です。先日同じ職場の整理整頓できない先輩が他の部署に異動になり、職場が散らかることがなくなりました。それはとてもいいことなのですが、今まで先輩が散らかした後僕が片付けていたので、僕の好きな整理整頓する必要がなくなってしまい、逆にストレスを感じるようになってしまいました。僕はどうしたらいいのでしょう。リクエストは人間辞めたいでお願いします。わかる気がする。場所を決めてちゃんと整列させたりとかするのってめっちゃ気持ちいいですよね。でも私もともとね、整理整頓全くできない。でも最近断捨離をねしたんですよね。それで物が減った効果はかなり大きい。随分片付けられるようにはなった。すっきりしますよね、整理整頓。でもまだまだだけどね、まだまだ頑張らないと、自分のものとして定着づけないといけないなとは思ってるんです。少しだけやけど整理整頓ちょっとだけできるようになって、その気持ちよさがわかるようになった。片付ける時間がなくなったってことだからさ、浮いた時間でもっと仕事ができるじゃん。めっちゃいいことやん。風景さんの仕事はどんな仕事なんだろう。人よりもたくさんお仕事をしたらさ、たくさんお給料がもらえるとか、そんな仕事違うのかな。いくらたくさん仕事をしたとしても変わらないお給料なのかな。独身の時販売の仕事をしててさ、売上めっちゃ一番とかだったんだよね。靴屋さんでも働いたし、服屋さんでも歩合制だったんだよね。その後百貨店でね働くようになって、百貨店は全然歩合制っていうわけではなかった、一番だったりしたんだけど、でもまあ重宝されるっていうかね、頼りにされるっていうか、まあすごい楽しかった。その後カフェで働いたんだけど、カフェも別に歩合制っていうわけではなくて、人より働いたからってプラスアルファもらえるっていうわけではなかったけど、1年半くらいで店長にはなったけどね。あ、じゃあさ、MK さんさ、整理整頓する時間がない分、仕事をたくさんしたらほら、どん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 上に上がっていけるんじゃない。歩合制の仕事だった場合はプラスアルファでお給料が増えるし、歩合制の仕事でなかったとしてもさ、すごい会社のためになってる、めちゃくちゃ役に立ってるってなったらさ、どん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 地位が上がるんじゃないかな。よりたくさん仕事を見つけて仕事をしてさ、じゃあ多分いいことが起こると思うよ。ライブ告知します。11月15日今週末の日曜日です。大阪城公園路上ライブがあります。私はね16時20分からの20分間歌いますので、ぜひ来てください。このエニワンボイスのね公開収録付き路上ライブ、絶対に見に来てね。人間やめたいです。どうぞ。